2021年1月18日、え ?2021 年1月18日。月曜日、時刻は午後3時半を回りました。<laughs> FM93、AM124 に日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。日本放送、辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。 この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。 基本的にこの番組は私が別にあの独自に喋ってるわけではなく構成作家ディレクターが書いてくれる原稿をそのままあ読み上げるという2時間の番組なのでございますがそのまま読んだことありますかいやいやそのまま読んだから今びっくりしたんじゃないですか<ー>で今ですね,でね本番始まる1秒前に、ええ、あれ今日原稿例やと思ってですね手元のなんかあの紙の束からですね原稿なるものを引っ張り出して、はい、1, 1丸1って右隅に書いてあるやつをこうとりあえず読み出して。 読み出したんですよはい、はい、そしたらそこに2021年1月18日ってこんなん年毎回言ってますあ確かに。大体今日の原稿ほら、はいえ「日本放送ラジオでお聞きの皆さん辛抱二郎」ですで、ね「こんにちは」こんにちはがあるバージョンとこんにちは」がないバージョンとあるんで <laughs> 私も「こんにちは」言うのが癖になってますから「こんにちは」って言いましたけど、ええはい、これ原稿上「こんにちは」はないんですねこれ今日の場合。 今日まあこう、なんか、時々刺激を与えない人、おいしいんきちゃうからと思ってじゃないでしょうか、えー、うう今日なんか、こんにちははないし、<laughs> 頭にねんが入ってるし、えー、あれ、これ、毎回同じやつ、こういうの大体ほら、うん、前の人前の日の人が、そのまま次の日、コピペットして使うんで、<laughs> ね、基本、定型文でしょ。うん それがどうううして違うんだろうと思で,す、ね、でもね微妙にねよく見てると書く曜日ちょっとずつね違ったりやっぱりね作家さんの個性が出たりしてますよ。毎回ですね「今日は作家さんの名前は誰です?」とかって言ってから始めた方がいいかもしれないね。 どううでしょうかし、ね、そのあたりやっぱりね <laughs> 今日これ2時間の番組で、えー、あの冗談じゃないのは私基本的にあのテレビでもそうですけれども、はい、番組の中身であるとか、えー、それからキャスティングであるとかに基本関わらないことにしてんですよ。まあ、まあやってる番組の数が多すぎて、えー、いちいちそんなことしてられるかっていうこともあるし私の立場でそういうことを言うと例えば小さい番組の場合は結構影響力大きいですよね。はい、大きなな番番組組だとととももっと違う力がが働くこともありますが、うん、小さな番組の 場合も結構発言力が大きかったりすると、そのまま決まっちゃうことがあるじゃないですか。そうすると、みんなでこう知恵を出し合った方が、まあ三人よると文殊の知恵ちゅうぐらいですから。<laughs> えー、まあいい番組ができるかもしれないのに、私の意見もそこで言うのはいかがなものかということで、例えばキャスティングであるとか。えー、今日で言うと、この後のニュースフラッシュってやつがありますね。<ん>基本このニュースフラッシュで、まあ週末のニュースのまとめというのをやるわけですが。はい、どの項目を取り上げるかに関して、私はこれとこれをやってくれっていうのは、まあ。言わないこともないですけどね、どうしても。 喋りたいネタがあるときには、ちょっとこれ入れといてはありますけど、そうでない場合は、基本的にディレクターの人とか、構成作家の人とか決めたやつをそのまんまお願いするわけでしょ、だからそういうことにね、そういうことにあの私、基本的に関与したくないんです。 いや、そんな話をしようと思ったんじゃないんです。<laughs> あのね、とにかくね、松山さん、寒いんですよ。で,すよねでね、今日大阪はあのさんさんと日が出てですね、はいはい、綺麗な青空が広がっていて、そこに白い雲がポッポッとこう、うん、ああだいぶ春の日差しになってきたな。日差しはもうでも春ですよね。春、まあでも暖かげな日差しですよね。そうなんです。でね、日差しだけ見ると暖かいんですが、うんうん、気温はですね、はい 7.4度ですから、はい、例えば先週木曜日もこの時間よりも6度ぐらい低いんで,うで、ね、い寒いな、今日もっていうのが正直なところなんですが、うん、でも日差し、太陽の力は確実に徐々に強まりつつありますから。うん、この辺りね結構 やっぱりね、呼吸器系の,あのウイルスに与える影響、大きいと思いますよ、やっぱね、今日ね、改めて全世界の感染状況の過去1年間のグラフ見てたんですよ。で、国によって小さな変動はあります、だけど、大きな目線で見たときに、やっぱり北半球は冬場になると山が来て、南半球は夏場になると山が来て、で、今、徐々に抗体時期に入ってるような曲線なんですね。だけど日本の学学者者ととかかウイルス学者とか感染症の 専門家っていう人たちは、そういうことを全く計算せずに、考慮せずに、えー、1人が写す人数が何点何人だと、これからこういう曲線になりますっていう、そういう重要な変数を全く入れずに計算をして、計算するのは勝手ですよ、学者がいろんなことを研究するのは大切ですから、今はできない予測でも、もっと研究を続けていったら、10年先に正確な予想ができるようになるかもしれません。だだからら学者さんんにには本当に頑張ってて研究してももいいたいんだけれども この重要な変数を入れない単なるその,その学者が今この時点で言ってるだけの極めて不確かなデータが。 あ,のあたかも本質であるかのようにテレビで発表したり新聞に発表したりそれも取り上げる方も悪いんだけどさなんか非常にいびつなことが起きてるよなっていう感じがしますねだからこういうので去年の春の段階で今日も改めて調べましたけどあの8割おじさんという人がいやこのままいくと日本だけでえ第1波でよあの対策を講じないと42万人死にますって言ったのが4月の半ばなんですよ。 発言があってそこから1ヶ月後に第1波がほぼ収束するんですが、その段階における日本人の死者って合計800人以下なんですよ、それ、感染、あの学者が言うように、ちゃんと感染対策を取ったんで、42万人が死ぬところが800人って、それはちょっといくらなんだよ、<laughs> それはねえだろうっていう。うーん なんかそういう、ね、むちゃくちゃな専門家の現地がまかり通るっていうそれで結局対策その他世論も引きずられてむっちゃくちゃになっちゃっててあの鼻から鼻出しただけで、まあ、あの受験させてもらえないっていうような,なんか、えーね、異常なことにつながっていってるんだろうなっていう気がとってもするんですがだけどね世の中にはね武器を離れした人っていうのがいるもんだなとね、えーえー、週末つ,きつくづく思いました。あらどうしたんですかあのですすかあのね <laughs>、えー えー、関西に三線合流地点っていうのがあるんですよこれ、関東の方、なじみがないと思いますけれども、琵琶湖って近畿の水がめっていうのはイメージ湧きますよね、滋賀県のど真ん中に巨大な湖があります、はい、日本最大の湖ですよね、あの湖、本当でっかいんですけども、あんだけでっかい湖が、なんであんだけでっかいまま維持できてるかというとですね。うん あの琵琶湖に流れ込む川って何百本もあるんです。たくさんある。たくさんあるんです。何百本も琵琶湖に流れ込んでるんですが。はいえー、琵琶湖の水を外に流れす川は一つしかないんですよ。はい、はいはい。一本しかないんです。だから何百本も川の水が流入していって、出てくるとか一箇所なんですよ。えー、琵琶湖の一番南のところなんですが。これが淀川の源流になってますよね、はいで。淀川の源流になるんですが、三線合流地点っていうのが、その京都の琵琶湖。 と大阪湾とののちょうど中間地点ぐらいにあるるんんでですすすつの川が合流するんですその3つの川が合流する3つの川のうちの真ん中が宇治川って言ってこの宇治川の上流が琵琶湖につながってるわけですよだから琵琶湖から流れ出る水は宇治川に流れ込んで宇治川からその3線3つの川の合流地点を経て淀川になっていくんですねでその3つの川が合流してからあの南側大阪湾までが淀川っていうんですけどもその合流するところの地点に まあ、あと2つ川があって保津川っていうですねこれは、まあ、嵐山の方から来るよくる、はい、有名ですな嵐山のも,もみじのところで屋形、うん、船なんか浮いてるじゃないですが、うん、あれが保津,保津川いや桂川だごめん桂川桂川桂川です,川です、うん、だから嵐山の有名な景勝地を流れるのが桂川ですねで川でもう一つ えー、木津川っていうのがあの奈良の方から来るんです木津川っていう川があって、うんはい、この木津川と宇治川と桂川っていう3つがこう合流して淀川というのになるんですがここに京阪電鉄というのがちょうど通ってましてね、うん、その京阪電鉄に乗るとその3つの川を順番にこう通過し鉄橋で通過していくわけですよ。はいそれで あのこの冬になってある日のことですよ、その京阪電鉄に乗って行って、ぼーっとその3線合流地点で外を見ていたら、うん、<laughs> それがね、どこの川かわからない3つの川のうちの1つで、多分宇治川じゃないかと思うんですけども、はい、スタンダップ スタンドアップパドルって知ってますかサップとも言いますけどスタンドアップパドルサップっていうので結構有名な SUP でサップなんですよなんで SUP かというとスタンドアップ立つですねパドルっていうのはパドルとオールの違いは分かりますかまあそんなこと普通の人は分からないでしょうねパドルもオールもですね船こぐ時に小さい船こぐ時に使うやつですけれどもオールっていうのは基本的に池のボートの観光地のボートで 綺麗なお姉さんを乗せて二人でデートするときに乗るやつあるじゃないですか。別に今綺麗なお姉さんじゃなくてもいいんですけど、まあ乗せどうせ乗せるなら綺麗なお姉さんのほがいいですよね。綺麗なお姉さんを乗せてですね、一生懸命漕ぎますよね。で両側に支店があって支店があってギクギク漕ぐやつありますね。これがオールです。これがオールです。パドルっていうのは支店がなくて。 ええ、要するに一本の貝みたいになってて貝わかりますね。貝って言ってもあのシェルじゃありませんよ。船を漕ぐ貝ですよ。これ日本語は同音同音異義語が多いからものすごく面倒臭いですよね。普通貝って言うと、うん皆さん牡蠣みたいなものを思い浮かべますよね。牡蠣とかそうそうサザエとかねアサリとかシジミとか思い浮かべますが、そっちの貝ではなくて船を漕いふ貝です。 だから東京で有名なかばんの歌があるじゃないです上り下りの船人が」っていう「貝の雫も玉と落ちる」っていう流れもういいやその貝の雫っていうのを貝の雫をシェルだと思ってる人それなりに数いると思いますけどあの貝はですね船を操るまあ竿みたいなやつですね竿の先にこう平らなものがついていてそれで水眠中する 水面をこう、えー、押すことによって船が前に行く、こ,ううね、これをかいというじゃないですか。ね、あれをパドルって言うんです。はい,はい。はい で支点があって池のボートで綺麗なお姉さん乗せてってこぐやつがオールです。オオーールルルわわかかかりりりりまままますす勉勉強強ななししたたパドとの違いねそれでサーフボードのでっかいやつみたいなやつにもともとはね特別に設計されたものじゃなくてサーフィンでもロングボードとショートボードとそれから真ん中のサイズと3つ大体大きくあるんですが一番昔はねサーフィンっていうと今もショートボード全盛の時代ですけど昔はロングボードっうと。 でかなりでっかい板の上に乗っかってたんですよ。うん、ハワイのサーファーなんかも、そのハワイのサーファーがロングボードに乗っかって、えー、沖合に行ったりするのに、うんえー、貝を持って漕いで行くんですね。うん、でこれがまあ要するに大きなサーフボードの上に立って って乗って貝で漕ぐっていうところがもう1960年代70年代から普通にあったんですが最近この10年ぐらい観光用にですねさらに一回り大きなサーフボードみたいなものを作って安定度を高めてでそこにこう立って1本の貝で漕ぐことによって前に進むっていうこれがスタンドアップパドルっていうまあ新しいこれはスタンドアップパドルの頭文字を取って s u p でサップっていうんですが。 まあ海辺の観光地だったら今どこでもありますようん、うん、で夏の気候のいい時に T シャツ1枚か海パン1枚で、えー、それをこいでですね海の上をゆったり進むっていうのが基本的なもんなんですがこの真冬ですよもうあちこち雪降っててつらがり降りてんじゃないかっていう時に、はい、その 三線合流地点のうちの一本の川でおじさんがそのスタンドアップパドルに乗っかって嗅いでこいで進んでそれも上流に進んでんですよ。世の中には変わった人がいるなと私もね仕事掘り投げて太平洋横断するということで随分変わった人間だと思われてますけどもいやあの傷穴かなんかをえスタンドアップパドルでこの真冬にね だって多分あのね要するに不安定な乗り物ですからはい、はい、転ぶこともあるわけですよ落ちちゃうことあるわけですよねありますよ、ね、だからね怒<ー>っ,っちゃったら。うん 寒いなんてもんじゃないと思うよれ想像するだけでも嫌ですいや世の中には変わった人がいるなぁと思ってですねつくづく思った週末でございましたなるほどえ以上ですはい先行ってくださいパドルとオールの違いが分かっていただけただけでもう今日はそれで十分ですなるべく覚えておくようにします頑張ってサップっていうやつもねちょっとやってください楽しいですよこれ結構はい今サップヨガって言ってですねその不安定な睡眠 やってますよね、こういう。ヨガやる、と、これバランス感覚が鍛えられて、体幹訓練にいいという。体幹つっても、あの、これもやっぱり、動音異語で、面倒くさいですよね。そうそう、体幹訓練っていうと、なんか寒いところで、乾布摩擦とかやりそうですけども。そうじゃなくて、体の幹ですね。インナーマッスルという。はいはい、体の幹が鍛えられるというんで、このサップボードの上で。ヨガやるのが、結構流行ってると。なるほど。やっぱ、綺麗なお姉さん、まあ、別に、全部綺麗なお姉さんじゃなくてもいいんですけどね。そうですね。一応、こう言ってるだけで、別に、あの、私は別に、そういう。 時に本田翼を想像してたり、食べ未華子ちゃんを想像してたり、そういうことありませんので、大丈夫です。<laughs> いや、明らかにしてますよ。はい、株と為替の動きです。はい、今日の東京株式市場、日経平均株価、五日続伸となりました。先週金曜日と比べまして、二百七十六円九十七銭安い。二万八千二百四十二円二十一銭で取引を終えました。 先週までの株価上昇で高値警戒感が広がりまして、利益確定の売りが出ました。また、アメリカ大統領の就任式を20日に控えて、投資家の慎重姿勢が強まって、下げ幅は一時400円を超える場面もありました。で、為替は現在、1ドル103円75銭付近で取引されています。先週木曜日のこの時間と比べますと、およそ25銭の円高になっています。 写真次郎ズームそこまで言うかこの後は週末のニュースを振り返るズームいや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 増山さん<え>ちょっとね四時台の予告しといてくださいあ、はいはい、これは私ね結構今どきどきなんです、ね、か、えー、東海大学のねキム・キョンジュ教授をスタジオにお招きして日韓関係について伺っていきますあれ増山さん <laughs> あれなんでですかっていうぐらいあまり何かを認識してませんね<え>キム・キョンジュさんという方もしかして初対面ですか今日。 えっとね辛坊さん土曜日に番組ズームをやってる時に一度ねはい、はい、確かにいらしたことがあとあそうでしたっけねあったと思いますあそうですかはい、はい、私ねこの人嫌いじゃないんですけど、うん、というかむしろ好きなんですけどあの一般的にも結構やばい人っていう <laughs> <laughs> そういう認識持ってらっしゃる方多いと思いますよああのお入りになってあの控えてらっしゃいます私大好きなんです <laughs> いいじゃないですか。歯に気抜きせぬね。はい、このね、ね辛坊さんとのトーク、期待しております。えー、さあ、ご時台は、新型コロナのワクチンについて考えます。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしています。メールは Z o Z o、zoom.1242.com 番組を聞いてのご感想、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛坊二郎、カタカナでズームハッシュタグ、辛坊二郎ズームでつぶやいてください。 さあ、この後は週末のニュースにズームします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです。ニューヨークタイムズの電子版は新型コロナの影響で東京オリンピックが中止になる可能性があると伝えました。 6434人が犠牲となった阪神・淡路大震災から昨日で26年が経ちました各地で新型コロナの感染対策を取りながら祈りが捧げられました大学入学共通テストが土曜日そして日曜日に行われました東京の会場では6回の注意に従わずマスクから常に鼻を出した状態でいた受験生1人が不正行為とみなされ失格となりました 読売新聞が今月の15日から17日に実施した世論調査によりますと菅内閣の支持率は39%不支持率は49%となり不支持が支持持がを逆転しましまた吉川貴盛元農林水産大臣が大臣在任中に大手鶏卵生産会社秋田フーズの元代表から現金500万円の賄賂を受け取った汚職事件に関連して 秋田フーズが現職の国会議員などを重要関係者としてリスト化していたと今朝の毎日新聞が伝えました現地時間20日水曜日に行われるアメリカ大統領の就任式を前にワシントンで銃と銃弾およそ500発を車に乗せて検問所を通過しようとした男が逮捕されました アメリカではワシントンだけでなく全米各地で抗議活動が予想されるため一部の州で州議会の議事堂を閉鎖するなど異例の事態となっていますテレビ東京の経済ニュース番組「ワールドビジネスサテライト」が4月から1時間繰り上がり午後10時からスタートすることになると今朝のスポーツ紙が報じました枠を移動するのは33年間の番組開始以来初めてとなります ーワールドビジネスサテライトそうそうテレビ東京大家アナウンサーと、はい、それがどうした <laughs> えあれまあ、それがどうしたと言われてしまうとどうしたなんですけれども <laughs> どうなんですかワールドビジネスサテライトって結構あのおっさんとか見てるらしいですね。うん、あそうですねでそのこれをえテレ東じゃねえや、えー、テレビ朝日の裏でやると,と,いうとそういういことですねテレビ朝日って、えー、っと久米宏さんがやってるんだっけ久米 <laughs> いいつの時代だよいそういうツッコミが欲しかったです、ね、今迷ったたでですすね今迷ん久米宏さんがやってるとこでしたっけっていうのと <laughs>、うん、古舘さんがやってるんでしたっけって言おうと思ったんですけどす古舘さんこの間この番組いらっしゃったんでそのボケはちょっと違うかなと <laughs>、ね、久米さんでボケてみたんですけどそのボケもちょっとそうかと思いますけどやっぱりあのワールドビジネスサテライトっていうと初代の小池百合子さんっていうのがすごい印象に残ってますよね。ねやっぱ女性ののニューーススキャスターの走りだったんですよ、うん はい、で結構ね、当時ね、他の、まあ言っちゃなんだけど、関東におけるテレビ東京のポジションと、大阪におけるテレビ大阪って、これ、系列局ですよね、はい、全然違うんですよ、なぜかというと、テレビ東京というところは VHF 局だったんですね、<laughs> それでテレビ大阪は UHF 局なんですよ、だから昔、東京12チャンネルだったでしょ、はいはい、でこれ、UHF と VHF はどこが違うかというと、周波数の高い、低いなんですけれども、はい、基本はチャンネルが、あの昔のチャンネルはガチャガチャ回すチャンネルです ロチャンネルはないわ1チャンネルから12チャンネルまでガチャガチャありましてガチャ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 って回すのがあったじゃないですか。それでそこから UHF のチャンネルが始まった頃にテレビのチャンネルがもう一つ増えてですね UHF のチャンネルはガチャガチャ言わずに滑らかに回るんですそれで東京だとテレビ東京っていうのは VHF ですからそのガチャガチャの方の12番目で映ったんですが。 大阪はテレビ大阪系列局なんだけどテレビ東京の,の UHF 局だったんでその滑らかな方を回さなきゃいけないし別のアンテナ立てなきゃいけなく<ー>映らないんです、えー、でなおかつテレビ東京って多分東京タワーから電波で出てたはずなんで、えー、他のチャンネルと同じように関東全域で映ったはずなんですがはい、はい、テレビ大阪っていうのは大阪だけの UHF 単営局なんで。 え基本はあの兵庫県とととかか奈良とか京都行くと映らないんですよだから関東におけるテレビ東京の地位と関西におけるテレビ大阪の地位が全然違うんですが、まあ、系列組んでるんですけどねでちなみに VHF の時代これあの一定世代以上の人はもうさっぱりわからないし今もデジタルの時代だから関係なくなっちゃってるんですが東京のチャンネルって1チャンネル NHK ですよね3チャンネル NHK ですよね4チャンネル日テレですよね。 で、6チャンネルが、えっと、TBS か。で、8チャンネルがフジテレビ。うん、で、10チャンネルが当時あの、日本教育テレビって言ったんですけど,、えー、けども、その後あの、テレビ朝日になりました。うん、それで12チャンネルがテレビ東京ですよね。うんうん、ちょっと不思議に思いません。3チャンネルと4チャンネルだけ、あの間飛んでないんですよ。あ本当だあ、ほんとだ。 あーよかった反応してくれて <laughs> 嬉しいなーすっごい嬉しかった今それ,それがどうしたって言われたらどうしようかと思ったんですがあれなんですなんで456678とかね他はつながってない他は一個飛びなのになんで3と4だけうん ごめんなさい。3と4だけくっついてたのかっていう。これ疑問に思ったことないですかこれもう今の人はデジタルで全く関係なくなってますから関係ないんですけど、当時、あの、基本ですね、周波数に日本に割り当てられて、日本の地上波はこれでやりましょうということで、一定の範囲の周波数を使うことになりました。えー、一つの放送局には6メガヘルツっていう電波の幅がこう与えられたんですが、チャンネルごとは普通くっついてるんですけども、もともと設定されてるチャンネルが3チャンネルと4チャンネルの間の周波数は空いてたんです。 だから他は隣同士にすると、混信する可能性があるんですが、3チャンネルと4チャンネルだけは、隣同士を使っても、真ん中空いてるから大丈夫なんですよ。へぇ<ー>まあ、れそれこそそれがどうしただなそんなこと言おうと思ったんじゃないんですけど何が言いたいかというと、ワールドビジネスサテライトの初代あのキャスターは、小池百合子さんで、今、東京都知事になってらっしゃいますが、同じ時代に、え 他の地上波局で女性のキャスター結構売り出すっていう時代だった時代が時代だった時代っていうかそういうトレンドだったことがあるんですねやっぱ小池さんなんか一つの典型だと思いますがその時に桑仁美さんっていう女性のキャスターいらっしゃいましたいらっしゃったでしょ桑さんどうしてらっしゃるかって記憶にまあおそらくないだろうと思いますけど私実は1997年から98年1年間アメリカでニューヨークで暮らしてる時にずっと桑さんと一緒に。 あのその時期ニューヨーヨクにいたんです、はい、だからニューヨークで結構親しくですね<ー>、えー、お話をさせていただくことがあって<ー>で一番最後に桑さん見たのは桑さんの方が先に日本に帰るって話になったんですね、うん、日本帰って何か番組やりますって話で私は、うん、ああじゃあ,あのもう送別会やりましょうかみたいな話をしていて、うん、ニューヨークの地下鉄に乗っていたら。うんはい セントラルパークの南ぐらいの地下鉄の駅のところでバイオリン弾いてるお姉さんがいるわけですよ。私は電車に乗ってたんで、あ,あバイオリン弾いてる人がいるわーぐらいしか思わなかったんですけども、うん、ふっと見たら、桑わ美さんがニューヨークの地下鉄の駅でバイオリン弾いてるんです。え で、これ本当は違法なんだと思います。つまりニューヨークって、あの、一定の資格持ってる人しか地下鉄で演奏できないんですよ。で、それ審査パスしなきゃいけないんだけど、桑さんは多分ね、日本に帰る思い出作りに、バイオリンをニューヨークの地下鉄の駅で一人で弾いてらしたところに、たまたま私通り過ぎて、 その後、がんになられて日本で亡くなられたんですが、ああ私が桑、ま、と美さんを見た最後の瞬間が、ニューヨークの地下鉄の、えー、列車の中からホームでバイオリン弾いてる桑<あ>さんの姿だったんで、私、鮮明に覚えてるんですよ、うんではい。女性キャスターの時代でしたたそうでですねズームフラッシュでした1月18日月曜日、時刻は午後4時を回りました。大阪梅田の日本放送関西社から新房二郎と 日本放送有楽町のスタジオから増山さやかでお送りしています。えっ、ー、とメールをご紹介します、はい。ありがとうございます。横浜市にお住まい58歳の男性のガハハ太郎さん。はい、へへ昨日の朝5時に辛坊次郎さんの声がラジオから聞こえましたよ。阪神<ー>淡路大震災から昨日で26年。ね、26年大変でしたね。地震についても詳しいんですね。聞けなかった方はぜひ聞き直してほしいです。いやいや日本放送でね。 いやー、あのーまあ、もちろん今、ね、新型コロナどうするかで新型コロナで死なないためにっていうのは真っ、まあまあ、先に今一番大切なことですけれども、はい、突然こう、人間がその生命の危機に直面するのは、うん、え交通事故もそうだし地震もそうだし、まあ、いろんなリスクの中で我々が生きているっていうことをちょっと。まあ 常に認識してるとね、うん、なかなか行きづらいですけれども、改めてね、心の片隅ぐらいに置いておいて、うん、何か起きた時にどうするかっていう脳内シミュレーションみたいなものはいるんじゃないのかなと。えー であの時にもう散々私は言ってだいぶもうその風化し始めてますからもう改めて言うとですね、うん、例えばあの直下型の地震とプレート型の地震は対,、はい、対処方法が全然違うんですけど、うん、ま直下型の地震の場合は自分の住んでる家さえ潰れなければそう簡単には死にませんから、はい、でじゃあ、毎日その対策、まあ、本来だから地震が起きる前に対策しておくということが大切なんだけど、はい、じゃあ実際に対策が遅れて今起きてしまって何 なんかの下敷きになりりまました、うんえー、助けようがありませんっていう時にこれがね最近困ったことがあってまだね1995年の阪神大震災当時には車にはジャッキがあったんですよ。<ー>で車のジャッキってね相当な力がありますから、はい、1>, 1トン2トンのものを持ち上げられますからだから大きな柱とか梁の下敷きになってる人、うん、手じゃ持ち上がらないけど車のジャッキかますと持ち上がるっていうこの知識があるかどうかで生死が分かれるっていう、うん、局面があったんですけど。いいいい 今の新しい車って、そもそもスペアタイヤもジャッキも積んでないケースが大半なんですね。はい、古い車はジャッキがありますから。うん、だから古い車にはジャッキがあって、このジャッキ、車のジャッキを使うと、この柱は今持ち上げられて下の人が救えるかもしれないっていう、こんなちょっとした知識でもあるのとないのと、いざとなった時大違いです。から、うんうん まあ、そんなことも、ちょっと、ちょっとずつ伝えていかなきゃいけないかなと思います。そう,そうですね。さあ、この時の模様はね、えー、日曜日の朝五時過ぎぐらいですよね。日本放送なの,の、ラジコのタイムフリーで,聞けますで。そうですね。はい、ラジオでお聞きいただけますので、うん、まあ、まあ、聞いていただいて、何かの参考になればと思います。そうですね。さあ、あなたからのメールも、まだまだお待ちしております。メールは。 z o o m ズームアットマーク一二四二ドットコム、感想ツイッターでもどうぞハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。この後は東海大学のキムキョンジュ教授に今後の日韓関係について伺っていきます。日本放送がお送りしています。辛坊次郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。 ムンンジェイ大統領が新年の記者会見韓国のムン・ジェイン大統領は、きょう新年の記者会見を行い、いわゆる元徴用工訴訟に関する日本企業の韓国内資産売却を通じた現金化について、日韓関係において望ましいとは思わないと語りました。 ムン・ジェイン大統領はこれまで司法介入を控える意向を示してきましたが、現金化に否定的な見解を述べたのは初めてのことです。また、慰安婦問題をめぐる2015年の日韓合意については、政府間の公式合意だと述べました。さあ、専門家をお迎えしています。 東海大学のキムキョンジュ教授です。よろしくお願い,いします。ますキムさん、お久しぶりです。うん、よろしくお願いします。いや、残念ですね。コロナで非常事態なて<え>直接お会いできたのに。ね<え>にここ、ここはラジオもリモートなんですね。そうなんですよ。だから。小郷さん、ちっちゃく見。すみませんね。ちっちゃいんですよ。<laughs> 私は基本的に人間が。<laughs> いや、あの。 ねえそういう機会があれば、どこかでいっぺんゆっくりご飯でもと思ってたんですけども、ちょっと、に残念たら私、3年前にも辛坊さんの番組で同じことを言われましたけれども、もそ,その後、落とさたは分かんないしかも、うん、私の記憶で3年前で、もう3年前っていう記憶がもう3年ぐらい過ぎてるので、たぶ <laughs> 5年ぐらい前なんですか。いや今日ね、キムさんに実は聞きたいこと、山ほどあるんですよ、はいで。教えてもらいたいこと、山ほどあるんですが、まああの、前もこの話はしたかもしれませんけど、一応こう、聞いてらっしゃる方の 理解を深めるためにあえてお聞きするんですが、あのキムさんっていわゆるその在日韓国人の方じゃないんですよね。あ、違います違います。その括りで言うと、まあいわゆるニューカマーなんだけど、でもニューカマーとも違うのが、<う>私の場合小学生の頃をあの五年間ぐらいを日本で過ごしてるでしょ。ちょ,ち,ょちょっと待ってくださいちょっと待ってください。キムさん生まれはどこですか。韓国のどの辺ですか。ソウル。 ソウル生まれですか。一応カンナムスタイルのカンナムですね。<laughs> <laughs> ごめんなさい。カンナムスタイルのカンナムってね、私だよくわかんないんですけれども、要するに高級住宅街なんですか。何なんですか。そう、日本で言うとまあ青山、赤坂、六本木ぐらい。ごめんね。そういう感じなんだ。<laughs> そういう感じなんだ。いや、まあ、ごめんねじゃなさいでしょ <laughs>、まあ。一応ソ,ソウルですソウル、はい、要するにお父さんがお金持ちだったってことですか。あ、違います。あの普通のサラリーマンで、ええ、まあある銀行。 に勤めていたんですけど70年代まだ海外の銀行の支店なんてない時代まあそういう意味では第一世代の帰国市場。 日本版、韓国版はは帰国史上みたいな感じです、ね。だからお父さんの仕事の都合で子供の時に日本に住んでたって感じですか、ね、そ,うそうそうそう。何歳から何歳までえっと、小学校2年生から6年生ぐらいまでですから。2> 小二から小六、小二から小6の時に日本に住んでて、まあ4年間で日本が完璧に喋れるようになるもんね。うん、そうですその頃でも完璧に喋れるようになります。すそれと、それだけじゃなくて、小学生時代を過ごしたのが大事なのが、日本的な文化。 これも同じようににその時期習得していくんですね例えば、こたつの文化とか、ドリフターズの、ああいう、早く寝ろよ、歯磨けよみたいな、8時代全員集合の、そういう文化が内面化されている、だから在日でもないし、入荷マーでもないし、ちょうどその間ぐらいですかね、自分ではその後、韓国で教育を受けて、大学も韓国で卒業されてますよね。 うん、それで日本にいらしたのはいつなんですか90年代の終わりぐらいですね、大学院の留学で。それは何でですかか、うん、日本語ができたからあ違います、日本語できるのは基本で、私はだからそ向こうで大学を出て、えー、しかも向こうでも大学院も出たんですけど。はい まあ暇だしうちでは嫁に行けってうるさいし <laughs> じゃあどうしようかっていう時きあじゃあ日本に留学でも行こうかぐらいの軽い感じで実は。何歳,何歳ぐらいの時ですかで、えっと、でも結構遅かったですよ、29? その当時、韓国の女性って大体いくつぐらいで結婚するのが表27で行かなきゃもう遅れるみたいなセリがうちの家庭ではありましたね。あいうことはなな家庭の中で結婚しろプレッシャーは結構あったんだ、うん、そうだからじゃあ出てってやるみたいなで,で,も、ね、でもね、これちょっとまあこれを言うこと自体は最近はもうセクハラに近い話なんでごめんなさいなんだけどでも、キムさん、まあ、今でも相当綺麗ですが今の年齢で相当綺麗だということは27ぐらいはむっちゃ綺麗だったはずで。うん 韓国でそのキムさんに求婚する男性ってカぐヤ姫みたいに次から次へと現れてたんじゃないですか 今の年齢で綺麗だみたいなあたりが完璧にセクハラだよね。それがまずってね。<laughs> それから、いや、私は思うんだけど、女性って若い頃に綺麗で年取るとおばさんになる人もいるけど、うん、中には若い頃は、まあまあ個性的な顔だけど、年、えー、を取るごとにこう洗練されて綺麗になっていく女性っていますよね。<laughs> はいはい、そうそう。で、私は多分後者で、若い頃は本当によっぽどなんか気の強い変人みたいな。<laughs> <laughs> この若い女はちょっと変人だろうぐらいに周りから多分思われてたんじゃないかと思う。だから私が日本に来ていつも皆さんに申し上げてるのは、私がた,た、あの、たまにこう言い方がきつかったり、自己主張が強かったりすると、あ、韓国の女性はそうなんでしょうみたいな印象を持ちがちなんですが、何度も言うけど私は韓国でも浮いてました。<laughs> そうなんです <laughs> 韓国の女性はもっとおしとやかで、あこう、あの、日本人の女性と相通じるものが、 あるとまあどんな国にも、ね、<laughs> 個性いろいろろあま田島洋子先生とまた違う, <laughs> 違う,違う意味では違う。 いや、それでね <laughs> 本論でちょっと聞きたいことがですね。まずですね、うん、例の今あの前前大統領のパククネさんの話なんですよ。うん、これね最近の日本の報道でずっとですね、韓国のあの裁判所で、えー、懲役20年の判決が出たと。で懲役20年の判決が出るに至ってはパク前大統領は財閥サムスングループなどから巨額の賄賂何十億円のマイを受け取ったとして。うんえー 収賄などの罪に問われていて。 えー、懲役20年の判決が下ったと、このニュースを聞いている日本人は全員ですね、うん、パク・クネ前大統領は数十億円の賄賂を受け取ったというふうな認識を持ってるはずなんだけど、うん、私の認識ではですよ、うん、パク・クネさんの親友の女性が作った財団に、うん、サムスングループ等がお金を出してたという話であって、通常の何十億円懐に入れたっていう贈収賄事件とは、うん 全く違うように見えてるんですが、本当はどうなんですか、これいや、だからそこがやっぱり、この、まあ、国政労団というかね、この弾劾裁判、4年ぐらい続いてるんですが、まさに今、辛坊、えー、さんがおっしゃっている、そこが実は非常に大事なポイントだったんですね。つまりパク大統領とチェソンシルは 夫婦でもなければ、兄弟でもなけのチェイソンシルっていうのが今さっき言った、そのし、うん、長年の親友って方ですね。そうですね。はい、あの、はい、チェイソンシル。今はチェイソンウォンっていう名前に変えましたけれども、はい、あの、まあ、いわば影の、こう、実力者みたいな、影で財団作っていろいろ賄賂を、実は彼女がもらってた。それをパク大統領への賄賂とみなすことができるのかっていう問題です。これ法律的には実は非常にその、まあ、高い壁があって、通常夫婦でも経済共同体だっていうことを簡単に は認めないつまり、夫が犯罪を犯したとしても、じゃあ、罪も同罪な、あ妻も同罪なのかっていうと、それはやっぱりハードルがあるってことなんですが、ええ、パク大統領に関しても、今、その、まあ、あ今日ね、ちょうどサムスンのイ・ジェヨン会長に対する、あの、判決が、実刑が出て、2年6か月で、あの、サムスンが、パク大統領側に、その、与えた賄賂のほとんども、実はチェイスン・シルが受け取ってるんですね。その娘の乗馬の馬だったり、うん、まあ、そういうもの。でもそれ これをこの,あの,このパ,ックパク・クネ大統領に対しては。 対してはいわゆる経済共同体というまあ若干法律的に曖昧な要素もあるらしいんですけど、ね、だけどだから要するに、うん、私の認識がさっきじゃあ今の話で言うと結構正しそうなのは、うん、数十億円パックネさんがサムスングループからお金もらって懐に入れて私服を肥やしてたっていう印象とは随分違う感じだと思うんですよそ,でそれでね、うん、だけど今回懲役き二十年プラス罰金十七億円払えってわけでしょうんうんうん、これかなり無茶苦茶な 判決にも見えるんですすけど、うん、どうなんですかでかも,も一方でねこういうふうに考えられるのがパク大統領は例えばサムスンから直接的に賄賂をもらうわけにはいかない。 だから私の側近のチェイさんに渡しといてっていう、こういうふうに指示した可能性もあるわけです。あ、なるほど。ほどお金はチェイさんのところに留まっているけれども、結局このお金はパク大統領、サムスン側も別にチェイソンシルにお金あげても何の意味もなくって、<ー>これはパク大統領に行くお金だということを分かっていてあげたんだと。こういう理屈で、まあ、あの、結果的には、まあ、懲役20年が出たわけですよね。で、その、だけど罰金の17億って、 あのまあ、財力がパクさん、どのぐらいあるか知りませんけど、払えるんですか、うんまあ、払えないでしょうね。これ払えないとどうななんですか、うん、払えないのと、今回、その懲役20年が出たことの意味が大きいのは、結局、最終判断が出たわけですよ。 今月に入って4年間このもう一審二そ審そこからまた差し戻し戻でそれでで最終判決が出たのでこれからは政治のシーズンというか、じゃあムン大統領がこのパックネ氏を果たして謝免するのか。謝免っていうのは、日本の場合はこう天皇陛下が御謝っていうのをやりますよね。今トランプ大統領も側近をどんどん社名してますよね。政治的に大統領っていうのは、まあ特別な場合においてその罪を、まあなくしてあげること でできるんですそういう権限があるんですが、これをそらく、このパク・クネ氏、それからまあその前の大統領のイーミョンバク大統領、彼も横領などで今、懲役17年の刑が下ってますので、うん、この2人に対する斜面をなんとか人気ないにやるんじゃないかと、そのための議論をちょうど今始めたところですね。これだけどねあ、うん、あのー、まあ トランプ大統領が今、どんどん恩赦かけてるのは、まあ、自分の身内ばっかりですよね、だけどムーン大統領にとって、うん、パク前大統領っていうのは、うん、まあいや、性的に近いじゃないですか、うんうん、その性的に対して恩赦っていうのは、可能性はどの程度あるんですかだから正直言うと、そういう意味では、イ・ミョンバクさんに対しては本当にやりたくない、最後まで。まあ、イ・ミョンバクさんの懲役刑っていうのは、いわゆるノ・ムヒャン大統領が自殺したでしょ、はいはい、それを政治的に解釈すれば、イ・ミョンバクがやったんだと。 だからまあ親分の敵みたいな思いが文在寅支持勢力にはあるわけですよ。だからこれはこうなんだけど、ええ、ただ、パックネさん、まあ、韓国憲政支持を初めて弾劾された大統領ですけれども、はい、あの後やっぱり社会的にはこの弾劾相当法律的に無理があるんじゃないかと。一時期の世論に押されて、ええ、何かその、ここまで懲役20年を受けるほどの話ではないんじゃないかと。政治家の賄賂なんて前にもあったしっていうような世論が、実はまあ国民の半分ぐらいは持ってる。 なるほどなるほど。 まあ、もちろん51%でもあれば、ントでもあれば、常に選挙に勝てるっていう、まあそういう強気もありますが、今のムンジェイン政権はやっぱりこう4年目で、しかも間もなく5年目迎えてくると、もうレームダックになっていく。はい、その段階ではどっかでこう御社というか、やっぱりこう和解というか、統合というか、そういう姿勢を示すこともとても大事なんですね、次の選挙に向けては。な,な,なので、まあ、ムンジェイン大統領今日もあの、初めて新年の記者会見、 やりましたけれども今年入ってここでも社名に関してはやっぱり自分も御社に関して十分考えているとただ今のタイミングかっていうとまだ国民的な合意は達成されていないっていうことを言いましたこれは言い換えると、まあ、少なくとも人気の中で具体的な まあ決断を下すんじゃないかどうせまあ政治ですから、恩赦を下す、下さないっていうのはね、うんはい。ちなみにね、キムさんの、例えば,あの例えばね、私、大阪で一緒に番組やってる、あのこれは在日の方ですけれども、大阪市立大学教授のパク・パク・クイルさんなんかは、はい、まあ文政権の、まあ、今、文政権の政治スタッフの確か一人のはずで、文政権の。ね うん政治スタッフに近いと思いますよ。<laughs> 本人がだからまかなり、うんそうですそうです。それもそ,うそれも本人おっしゃってます。だから、うん、あの文政権とはかなり近いお立場でお話をされるという、もうん、立場明快、ある意味立場明快なんですよ。金泳勲さんの韓国の政治における立ち位置っていうかスタンスが、うん。うんうん 例えば、まあ、今回のムン政権に対するスタンスであるとかパク政権に対するスタンスだとかよく分からないんですけどどうなんですか、うん、韓国の政治っていうのは日本と違って真っ二つにまず割れているのをご存知ですよね右か左かはい、はい、で右が保守で左が今のムン・ジェイン政権中心とする左派ですけど私は正直、政治的には、まあ、卑怯と言われようが何と言われようが自分は中道です。うん、でどちらか一方にに政治的に偏っている人々自体があまり 好きじゃない。 それ右であれ、左であれ。で、韓国の政権って結構政権交代するじゃないですか。はいはい。で、右が出てくると、いきなり右派の親父たちがいっぱい出てきて、ご用みたいな活動を始めるし、うん、それは左派でおいても同じなんですよ。えー、ただ、私は本来、まあメディアの役割ってやっぱり権力批判だし、権力監視なので、それを本当は思う存分やりたいんだけど、でも、まあ残念ながらここは日本なわけですよね。うんうん、韓国ではなく日本だし、うん、そういう意味では、 今の韓国政権の、まあ、批判という意味でも、やっぱある程度、丁寧にやっていかないと、下手になんか日本の右翼に使われることもあるしえ、そこによいしょって迎合する人もいっぱいいるじゃないですか、<laughs> シでもなんかそういうスタンスでなく、う一人ぼっちでこうやってるから、ちょっとつらい、寂しいものはありますよね。 辛い辛辛い寂しいあるんですかあ,れあるあるだって辛坊さんにもいつもなんかバカにされるし <laughs> バカにしてみせめられるすしませんスルーでもお喋るなみたいなそんなことない良い者の応用芸人にばっかり意見聞いたりしてるじゃん <laughs> そんなことありませんそれそれ差別と偏見ですよそれ <laughs> まあいいやそれでね、はいはい、それで、うんえー、まあ当然今日のメインテーマであるところのそのいわゆる慰安婦いわゆるその徴用工の話を聞くんですがその前にね、はい 客観情勢として現在の韓国の経済・政治情勢はどうなんですかうん経済的には まあ大きく見れば、コロナによる影響がまあ少なくても済んだと、うん、つまりそのコロナになったがゆえに、半導体とかがバカ売れしたんですよね、うん、うみんなむしろテクノロジーの時代になって、電気自動車もそうですし、えー、だから全体的に見ればそうなんだけど、ただ普通の一般の庶民とか国民の感覚から見れば、株とか輸出とかどうでもよくって、えー <laughs> えー、一番あのこう身近なのがやっぱ不動産なんですね。韓国のののの人っていいいうのはだた自分の資産の8 1割ぐらいを不動産でで持ってるんです,んですつまりウォンとかこういう為替レートとか株っていうものはあまり信用できない、えー、もう昔からもとにかく土地神話というか不動産が一番これは持ってれば必ずいつか上がるっていう、まあ、そういう信念もあってそうなんですがムン・ジェイン政権になっていろんな経済政策を展開したんですけれどもその中でもやっぱりメインでやって ていたのは、いわゆる、まあ、所得の再分配、格差の解消っていうことなんですね。それで目をつけたのが不動産で、で、市場に対する介入を相当積極的にやった。 はい、でこのパターンっていうのは、実は前のノムヤン政権と同じなんですね、でノムヤン政権の時に、それが徹底的に失敗して、不動産価格が3倍ぐらいに上がったんですね、ああ今のムン・ジェイン政権、この4年、四、まあ、年ぐらいやってきて、3年半ぐらいやってきて、どうなったか、ええ、結果は同じで、今、不動産価格がめちゃくちゃ高騰していて、この部分に対する不満が、実は今のムン・ジェイン大統領の支持率を一番下げている要因になってるってことですね。あ 商業地じゃなくて、普通の住宅地でマンション、具体的にマンション一つ買おうというときに、やっぱりムン政権になってから相当上がっちゃったっていう感じです、ねうん、そうだからそ、それが最初はソウルの都心部から始めて、締め付けをするんですねで、その締め付けっていうのがどういうのかっていうと、<お>売ったら税金を何倍にする。 買っても税金を何倍にする。はい。税務調査全部やる。はい,は,いはい。それから増用してもダメ。はい。で、銀行から借り入れも制限かけるっていう。ということは、要するに普段だ、普通だったらそれ考えたら確かにバブル崩壊して不動産価格下がりそうなもんじゃないですか、政策としては。いや、でもね、だからそこが市場の不思議なところで、えー、まあそれこそアダムスミスじゃないけど、神の見えざる手。えー、市場っていうのは、ある程度自由主義で回しておく。 ところで、まあ、最小限の介入を政府がやっていけばいいんだけど、ええ、あの、不動産市場に介入をやりすぎると、結局、物が動かなくなっちゃったんです。売り買いができないってなると、当然、もっと都心に住みたいっていう人たちは、どんどん韓国も経済成長するにつれ、増えていくわけですよね。えー、こういう人たちの、まあ、需要はものすごい高まってんのに、高級が、 供給がないと、うんはいととうことで不動産価格は値上ががりしたでソウルるほると、ね、欲しい人はたくさんいるけれども、うん、売れないからっていう、需要と供給のバランスが崩れちゃったで崩れちゃった、でソウルがばーって値上がりすると、<ー>今度はバルーン効果で、そのえー、いわゆる首都圏、その周りの、えー、あの例えば日本でいうと、神奈川県とかあの千葉県とか、そこら辺が上がって、えー、また一周して、今度はじゃソウルがまた値上がりしてっていう、これを今、繰り返しているんですよ、ねうんはは。そうなるとやっぱり一般 庶民で、まあ、家買いたいぐらいのレベルの庶民にとっては、うん、やっぱりかなり恨みの声っていうか、遠さの声が高まりますね、そりゃ両方からですね資産家の人たちからは、自分が持ってるうちを売れ,売れない。 もう税金でも全部取られちゃうので不満。はいええ、で、本当に今おっしゃったような、そのマイホームをまだ持ってない人たちっていうのは、ええ、これから買おうと思ったのに、どん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 値上がりしちゃって、ええ、もう買えない。な銀行から貸し付けもできない。じゃあどうするんだ俺ら一生なんか賃貸に住めばって言ってるんです。今の, <laughs> の<は> UR みたいな。で、あれはとてもいい制度だけど、ははかといって、あの、持ち家を持てなくして賃貸に住めっていうと、これはやっぱり不満が高まりますよね。ねだからそこは、 正直言って不動産政策は。 まあ、私から見れば失敗ですね。今回キムさん、今日ね、いわゆる慰安婦、いわゆる徴用工の話を軸に聞こうと思ったら。うん、完全に時間がなくなっちゃったんで、近々<ら>もう一遍来てください。はい。お願いします。<laughs> ますできれば、それの段階であれだな、<う>緊急事態宣言が解除されてるら、その後一遍飲み行きましょうよ。そうですね。うん、あの、ちょうど、まあ、この裁判の問題もあるし、うん、あの、一言だけ言うと、新しい中日大使の患者さん。あの、日本のメディアでボロクソ言ってるけど、私彼と。 韓国であのお会いしてるんですよ。で食事会とかしてみると、すごい豪快な政治家の方で。実は今の日韓関係だからこそ、期待できる、まあ<ー>敏腕大使なんだけ。などじゃあ、もう早速、ケ、うん、ムさん、来週来てくださいよ、また。<laughs> <laughs> ぜひ。空いてますよ。お願いします。 冗談じゃなくてスケジュール取れそうですか<あ>またちょっとスタッフと話してくださいスケジュール調す,す, <laughs> すありがとうございましたありがとうございました話長くなりました国会大学の教,授教授でした 1>, 1月18日月曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です日本放送の増山さやかです 辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、恒例の辛坊さんのエンディングソングリクエストです。いつもなんとなく、ほら、先週も先々週もそうですが、元気が出る曲縛りみたいなことになってましたから。そうすると、まあ、元気な、元気が出る曲は何かなとか、こう考えますよね。なんとなく、あの、オンエアしながらも、ちょっとずつ考えたりするじゃないですか。で、今日はですね、もう、そういうのを取っ払って。あの、この五時のタイミングで、何にも考えずに、この時間が来て。増山さんにさ、今日、この曲。 いや今日の曲は何しますと聞かれた瞬間に頭にパッと浮かんだ曲をひらめいたの,そういたのをこうかけていただこうとそういうことで今日は何にも考えずにこの時間まで来たんですよ。<laughs> はいえー、で今パッと浮かんだ曲があります、うん、何でしょうところがこの今パッと浮かんだ曲は放送禁止下だからかけられない、えー、ということが。<laughs> えー でそれをやめて多分これはかけられると思います次に浮かんだ曲が「すダだら節」節前もかけませんでしたっけかけてないか誰も覚えてないかけた気がしますっていうスタッフもいますけど <laughs> いいじゃないかじゃあ「五万節」えー「五万節」どちらしますか 五万節。じゃ、五万節で。ちょっと待ってね、五万節歌詞精査した方がいいよ、かけられるかどうか。ダメならダメって言ってください。それを確認。して私最初に浮かんだ曲はね、すごい好きな曲なんですけど。歌詞の一部が多分今放送に適さないと思います。そういうのありますよね、昔の昭和の曲って。はい、昭和の曲ってそういうのがありますから。多分、どうだろら植木等の五万節、これはかけたことないですよね。ないと思います。はい。じゃ、ちょっとその確認をします。五万節。 <laughs> 誰も知らないんじゃないか。かもしれない <laughs>。あのメール一つご紹介します、ね。はい、お願いします。新宿区の日時計の上にハムエクさん。え <っ S 2> えー、辛坊さん、女性キャスターの走りは。 小池由里子さんというよりは桜井よしこさんかなという気がします<ー>確かにテレ系の今日の出来事を相当長くされてましたねいやでもねあの時ね実は桜井よしこさんとダブルキャストでもう一人女性がいたはずなんだけどもえ今日の出来事はい<ー>私の記憶で言うとそうですねです二人いらっしゃったんだけども<ー>いつの間にか桜井さん一人になってな、ね、い私の記憶だとそうなんですけど<ー>もしかすると事実と違う可能性もありますまなんかインパクトとしては桜井よしこさんがずっとされてた感じがま そうですねいや女性キャスターの走りなんか他にもいらっしゃるような気もしますけどね今目の前のなべちゃんが言ってますけど安藤優子安藤優子よりは安藤優子さんより桜井さんの方が古いかな全然古いんじゃないですかですよねその後小宮悦子さんとかねまあいろいろいらっしゃいます小宮悦子さん小宮悦子さん知ってますか埼玉 県入間市立豊岡小豊中学校の私の2年後輩です。あららららら。のはずです。二年。女女子校じゃなかったかな。いや2年後輩に可愛い子がいるって噂はありました。当時から。昔からね、じゃね。評判のよろしい。 ちなみに五万部車あったのかなどうなったんだろう。う今ね。無理なら違う曲にしますよ。探しに。絶賛探し中。はい。はい。まあ後でお知らせします、ね、はい。お願いします。あね、さあメールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターハッシュタグ辛報時郎ズームであなたからのご意見お待ちしています。 辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。全国1万箇所を拠点に新型コロナのワクチン接種へ。厚生労働省は2月下旬にも始まる新型コロナのワクチン接種について、全国およそ1万箇所の医療機関などの基本型接種施設を拠点として実施する方針を決めました。 不思議なことが一つあってですねえ、はいえー、あまり報道されてないはずですけれども、と<え>いうか、報道されてるかもしれないけど、知ってる人っていうか、認識してる人は少ないかもしれませんが、このファイザーのワクチンありますよね、はい、いわゆる G7 と呼ばれる国の中で、接種が始まってないのは日本だけなんですよ。<ー>で、こう聞くと、ほら、日本は遅いってこう言いたくなりそうな。 感じですよねところが誰も言わないですよね、はい、これがこのワクチンの特徴なんだろうと思いますね 普通だったら、これ、政治問題化するというか、まあ、野党もこう追及する、追及しどころとして、うん、他の先進国はもうすでに接種が始まっている、イギリスはすでに300万人以上、中国だって100万人打って、アメリカだって1000万人を超えているんだ、イスラエルなんか国民の2割相当の200万人も打ってるのに、日本ではまだ1人も打っていない、どういうことなんだ、遅すぎるって言ってもおかしくないよね、えー、でもそういう声が全く上がらない理由は何かというと、えー。えー 多くの国民は多分そんなに早く承認されたら不安だよねっていう、これはある意味、日本独特の感覚。 かもしれないですね,すねワクチンに対しては、えー、やっぱりワクチンってどうやっても拒絶反応ってその医薬的な拒絶反応じゃなくて社会的な拒絶反応っていうのは起きるわけですよ、えーえー、つまり病気になって死ぬのはそれは病気になって死ぬと仕方がないとまでは言わないけれどもそういうこともあるだろう、えー、だけど健康な体にわざわざワクチンを打ってそれで死んじゃったりなんかするとそれは絶対嫌だって誰でもこう思いますよね今回ファイザーのワクチンもも モデルナのワクチンも、メッセンジャー RNA という、まあ、ウイルスのが細胞に感染するときに使われる。いい トゲの遺伝情報だけを体内に注入するという特殊なワクチンで、まあ、これは一つの見方でいうとウイルスそのものを注入するわけではないから、うんえー、ウイルスを注入することによって起きる例えばまあその病気になっちゃうとかっていうリスクはゼロだからまあ副作用は比較的少ないと言われている一方でやっぱり一定のアレルギー症状みたいなものが拒絶反応みたいなものが起きるということもすでに報道されていると。でアメリリカやイギリスその他のの他国みたいに致死率が日本の やっぱり20倍とか40倍とか、やっぱり高いわけですよ、えー、この病気のね、で人口当たりの死亡者数を考えたときに、アメリカとかヨーロッパの各国って、日本のやっぱり、いだに数十倍高いですよ、えー、そうするとあの、リスクを考えたときに、日本は数十分の1なわけですね、今のところ、この病気に関して。と、はい、となるとあの ある程度、このワクチンにはリスクがありますって言われたときに、ヨーロッパ、アメリカの場合は、まあ、リスクは打つことにあるかもしれないけど、打つことのメリットの方が上回るよっていう説得ができるわけですよ。うん、ところが、まあ、亡くなる率が欧米の今のところ数十分の1という日本の状況の中で、 ワクチン打ったから何か重大な症状が出ましたということは許容できないっていうことが当然政府の中にもあるわけで、厚生労働省としてはまあもともと厚生労働省はお役所仕事で仕事が遅いっていうことがあります。だから今回みたいな病気だから今のところみんなそんなに遅いって言わないんだけれど、これがかつて全世界で流行ったペストであるとか、エボラ出血熱みたいな感染症だった場合には、 まあ遅いよ厚生労働省はっていう声は上がるんだろうけど、はい、日本ではやっぱりワクチンに対する不安感っていうのがあるからいや全世界で G7 の中で日本しか打ち始めてないのは日本だけですよって言われてもだから急げよっていう声が上がらないのはそういうい理由ですよねかでだからね、このあたり、ね、総理大臣の立場として、えー、もし自分が総理大臣だったらっていう時に何を考えるかというと、えーえー、日本で最初に厚生労働省がまあ 認可した時に誰が打つかっていう話になった時にメディアの前で自分が打つという選択肢がありかなしかって話なんですねこれがあのみんなが欲しいと思っているものならば総理大臣としては皆さん先に打ってくださいっていう話ですよねもう特権階級が先に打つなんてことは許されませんから僕は一番後でいいですっていうのが一つの選択なんだけどそうじゃなくてみんながそんな恐ろしいもん打てるかよと思っている状況ならばやっぱり総理大臣としては 安全です皆さんに打ってくれという限りにおいては私が最初に打ちますっていう。安心感をねだけどこれね多分どっちみち批判されるよね。あー つまり最初に今みたいな考えで、安全性を皆さんに見せたいがゆえに、私が打ちますって言って打ったら、一部のマスコミで今年の1月1日ですね金持ちが中国発のワクチン打ってるっていう、とんでもない情報を流したメディアがあるんですが、あの視線に立てばですよ、総理大臣はずるい、一番最初に打ってってなるじゃないですか。だけど、じゃあ、自分は皆さん先に打ってくださいって言ったら、そんな危険なものを国民に先に打たすのかっていう話になりますよね。 これ新法大臣ででもかかなり迷うところですかころすれはだから世論の動向を見ながらどっちの意見が強いかによって真っ先に打つか一番最後に打つかを決めざるを得ないっていうまあ今なら多分私が総理大臣なら最初に打つだろうと思いますね安全だよということを見せるっていうことの方が大切なような気がする少なくとも高齢者は私はこのワクチンに関して言うと75歳以上高齢者はやっぱり絶対打った方がリスクと。 デメリットメリット考えた時に高齢者を打った方がいいと思いますけどまたその話詳しくやります。うんはいえー、今日最後のズームでした お送りしているのは花はじめとクレイジーキャッツでごまんぶしでまあります、はい、なぜ「花はじめ」と「クレイジーキャッツ」かというといまあ植木仁が好きだったんですけどうん、うん、この話しましたかねあのー、実は私小学校の低学年の時にシャボン玉ホリデーってやつを見てて、はい、植木仁さんが出てたんですよ、はい、で実は私のもう20年ぐらい前に死んだうちの親父がですね、うん、顔が似てたんです。 言いましたっけ。だからねテレビ見てて小学校一年の時にああうちの親父と同じような顔の人が出てるけど今この人はテレビで大人気の人気者うちの親父は死がない公務員とねだからこう人生いろいろだなみたいなことをしみじみこの曲を聴きながら小学校の低学年の時に考えてたという思い出があって私はねちょっとシャボン玉掘りで上京しとしには特別な思い出があるんですそういうことだったんですかところでさっきですね気になってる方いらっしゃったらもう もしかしたらごめんなさいなんで一応言っときます。はい、最初に浮かんでこれは放送できないと判断した曲曲名は言いませんけれども、うん、あの歌ってる方がですね、笠木、うん、静子さんの曲です。はいはい、あもうここまで申し上げると思うもうこれ以上申し上げなくてもわかる人はわかるんで、うん、はい以上です。ということでございます。さあお聞きのニッポン放送この後は健康あるあるワンダフォー挟みましてショーアップスポーツです。そして明日の朝6時からは飯田康二の OK 康二アップ。コメンテーターはジャーナリストの有本香里さん。 さらに国連安保北朝鮮制裁専門家パネル元委員の古川克久さんとお電話をつなぎまして北朝鮮の実態やバイデン政権についても解説します。 で、この辛抱二郎ズームそこまで言うかなんですが、明日はコロナ禍で DV 相談が増加していると、現状と求められる対策にズームします。被害者支援、加害者構成に取り組む一般社団法人 A プラスの代表理事、吉崎正夫さんにお話を伺っていきます。ぜひ3時半からズーム聞いてください。 はい、えい、ー、以上、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と。お日本放送の増山やかでした。<laughs> え、なんで尾なんですかだってずいぶん早いな。そんなことないですよ。す今週も聞いてちょうだいね <laughs> <laughs>